未来予想ナンバーアンダーライン愛はどこへ向かうアイドルからアーティストへ。30代、40代を見据えた挑戦。平野翔の歌唱力が爆発。ナンバーアンダーライン愛で才能が開花。ソロ曲やラップにも挑戦。ナンバーアンダーライン愛は、平野翔岩優太、神宮寺優太という3人の個性と才能を集結させたグループで、 彼らはアイドルの枠を超えた新しい挑戦を続けています。彼らがキング・プリンスを脱退し、新たにナンバー・アンダーライン愛として活動を始めたとき、多くのファンはその変化に驚き、あるいは戸惑い、さらには批判の声を上げた人もいました。しかし、その一方で彼らの進化を喜び、新たな挑戦を応援するファンも増えていることは事実です。彼らが歩んできた道を振り返ると、すべての変化には理由があり、 またそこには彼ら自身の確固たる意志が感じられます。ナンバーアンダーライン愛としての彼らの活動が始まってから、最も注目を集めたのはその音楽スタイルの変化です。キング・プリンス時代は王道のアイドルソングを歌い、その爽やかなビジュアルとキラキラしたパフォーマンスで多くのファンを魅了しました。しかし、ナンバーアンダーライン愛としてリリースした楽曲は、ヒップホップやミクスチャーロックといったジャンルにシフトし、 彼らが持つ新しいい一面を見せています特にデジタルシングル「i m z m 稲妻」は、その異質なスタイルとキャッチーなフレーズで賛否両論を巻き起こしました。SNS では、ま「ズマ」、「ズマ」と繰り返す部分が話題になり、「こんなことがやりたかったのか」といった批判的な声も多く見られました。しかし、これこそが彼らが選び取った道であり、既存のアイドル像からの脱却を象徴しているとも言えます。 新しい音楽性を取り入れることは、当然ながらリスクを伴います。特に、アイドルグループとしての人気を築いてきた彼らにとって、それは一層の挑戦です。多くのファンが求める、昔のキラキラした姿とは異なる方向に進むことで、彼らは批判にさらされることもありました。中には、岸優太の歌声がもったいない昔の路線に戻ってほしいといった声もありました。しかし、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーはただアイドルとしての成功に固執するのではなく、音楽という表現の場を通して自分たちの新たな可能性を追求し続けています。それこそが、彼らの成長を感じさせる部分であり、その過程において得られるものは計り知れません。実際、岸優太のラップの技術がここまで高いことをファンはあまり知らなかったでしょうし、平野翔が低音ラップを披露する姿も想像できなかったかもしれません。 さらに、神宮寺優太がプロデュース能力に長けているという事実も、驚きの一つです。彼らは、アイドルとしてのイメージにとどまることなく、自分たちのやりたいことを音楽に詰め込み、その楽しさをファンに伝えています。それは、単なる、アイドルから、アーティストへと変貌を遂げる過程といえるでしょう。特に岩優太に関しては、彼の音楽的な成長が顕著です。 バラエティ番組に出ることが少なくなり、より音楽に集中している姿が印象的です。制作に携わる人々からも、岸くんが一番音楽を勉強しているとの声が上がり、彼の努力がうかがえます。彼のソロ曲では、その伸びやかで表現力豊かな歌声が際立っており、今までのアイドル時代とは異なる一面を見せています。ファンの中には、これを時間の無駄遣いと感じる人もいるかもしれませんが、 実際には彼が自分自身の音楽的なスキルを高めるために、貴重な時間を費やしているのです。また、彼らの楽曲や MV は、視覚的にも非常に凝った作品となっており、フェスや音楽番組でのパフォーマンスも高く評価されています。特に、ウォートボーン INZM などは、そのエネルギッシュなパフォーマンスと、見るものを引き込む独特な世界観が際立っています。これらの要素が、 彼らの音楽に対する真摯な取り組みを物語っています。一方で、ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、単なる音楽スタイルの変更にとどまりません。彼らは、アイドルという枠を超えて、クリエイティブな表現者としての地位を確立しようとしています。これは、彼らが30代、40代になっても持続できるキャリアを模索している姿勢の表れでもあります。アイドルとしての、順は限られた時間しかありませんが、 音楽やアートに対する情熱を持ち続けることで、長くファンに支持されるアーティストになろうとしているのです。平野翔、元雁太、神宮寺裕太の3人が再び集まり、新しいスタートを切った背景には、彼ら自身が抱える葛藤や決意があったに違いありません。かつてのキング・プリンス時代とは異なる音楽性を選んだことにより、批判も受けましたが、それでも彼らは自分たちの信じる道を歩み続けています。 彼らの言葉やインタビューからは、振り切るしかないという強い意志が伝わってきます。この言葉こそ、彼らの今の姿勢を象徴していると言えるでしょう。さらに興味深いのは、彼らの新たなファン層が増えている点です。特に、INZM や g o トボ b o n INZM といった楽曲をきっかけに、従来のアイドルファン層とは異なるリスナーが彼らの音楽に惹かれています。SNS では、 彼らの楽曲を評価する声や、ライブパフォーマンスに感動したという書き込みが多数見られます。これまでアイドルという枠に囚われていた彼らが、音楽を通じて新しいリスナーを獲得しているのは、非常に意義深いことです。もちろん、ファンの中には彼らの変化についていけないという人もいるでしょう。しかし、それはどのアーティストにとっても避けられないことです。すべての人に支持されることは不可能であり、 むしろ彼らが自分たちの信じる道を進み続けることで、新たなファンを獲得し続けることができるのです。それこそが、真のアーティストとしての成長であり、進化なのです。また、彼らが自分たちの音楽を追求する中で、何度も試行錯誤を繰り返していることは、彼らの真剣さを物語っています。既存のファンの求めるものと、自分たちがやりたいことのバランスを取りながらも、 彼らは常に新しい挑戦を続けています。彼らが、振り切るしかないと何度も語るように、半端な形でアイドルらしさを残すのではなく、完全に新しい方向へと進むことで、彼らは今の音楽シーンで異質な存在としての地位を確立しています。さらに、ナンンバーアンダーアダインアイの楽曲にはバラードやポップな曲も含まれており、彼らの多様な音楽性が見受けられます。彼らのファンの間では、時に、 これがやりたかったのか、という声も聞かれますが、実際には彼らは様々な音楽に挑戦し、その過程で自分たちの可能性を広げています。その姿勢は、アイドル時代には見られなかった新たな一面を見せており、ファンにとっても驚きとともに楽しみが広がる瞬間でもあります。平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータという3人が再び集まったナンバー・アンダーライン愛は、単なる再結成ではありません。これは、 新しいスタートででありり彼らのの音楽的なな挑戦が始まったばかりなのですアイドルという枠を超えて彼らは音楽やパフォーマンスを通じて自分たちの表現を追求し続けています。その先に何が待っているのかは誰にもわかりませんが彼らの挑戦はまだまだ続くでしょう。そしてその挑戦を見守り応援するファンたちもまた彼らと共に成長していくのです。